ターナ。このパスはいけません。タッチラインを割ります。メッシ。ボールを持って中に入る。いいタックルだ。ボールをキープしました。ボールはどうだ。ボールはまだ生きています。副審の旗が上がっています。際どい判定です。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。このシュートはちょっともったいなかったか。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。出るか。狙っていった。止める。止めます。コーナーです。リードを広げるチャンスでしょう。終盤に追いつかれさえしなければ残留は確定です。大きなプレッシャーがかかる中、選手たちは自信に満ちたプレーを見せています。サイドへ展開していきます。上がった。ダン。アゴスティーニ。深い位置でのチェック。どうだ。このコーナーは大事なコーナーです。捉えることができず同点とはなりません。難しいプレーでしたが、できれば決めたかったですね。攻めても攻めても点が取れません。はい、個人の力に頼り気味のチームですとこういうことはありますよ。これで決まりだ。クロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。サイドへ。鮮やかなディフェンス。落ち着いています。キャッチはできません。ボールがこぼれています。タックルでボールがこぼれました。どうだ。ボールはキーパーです。ここから繋いでいきたいですね。あー、オフサイドです。試合を左右する判定となるかもしれません。いや、あっと思った瞬間のオフサイドでしたね。際どいプレーでしたよ。試合終了のホイッスルが吹かれました。これは大きな勝利です。次のシーズン、このディビジョンへの残留が決まりました。
降格の恐れもありましたが、彼らはどうにか跳ねのけています。まずはほっと一息でしょうか。過去にこのディビジョンから上に行けたことはありません。今季昇格の切符をつかむことができるでしょうか。さあスタンドの応援合戦も始まっています。いいですね。応援はいいゲームに欠かせない大事な要素ですからね。ハルフォード、ダン、サイドへのパス、これはチャンス、当然狙う、決まった。素晴らしいシュートだ。見事なボレーとなりました。綺麗に決まりましたね。違うアングルから見てみましょう。試合時間は前半4分、早くも先制点です。もったいない形でボールを渡してしまいました。タッチラインを割りました。彼に当たっていたようですね。狙われています。中への突破は許しません。いいボールを送りたい。ハルフォード、ダン、ボールを中盤で奪いました。ハルフォード、中はどうだ。大きく蹴り出されます。このボールはスローイン。チェンジしました。ラムゼ、ボールはどうだ。ディフェンダーがクロスをさばきます。打ってきた。ボールは枠を大きく外しました。
ゴールシーンのリプレイです。ここでためを作ります。ラムゼ、ハルフォード、ターナー、ダン、ラムゼ、上がった、ギリギリで対応、ボールはバーを越えた、コーナーを得ました。点差を広げられるでしょうか。サイドに出ました。彼に当たりましたね。ターナー、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ハルフォード、ターナー、ダン、ラストパスを狙いましたが、ディフェンスがこれに対応します。ハルフォード、ボールをダッシュ、寄せが早い。このボールはキーパー、そうですね、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。サイドを変えます。ターナー、クロスが上がった。これはちょっと無茶なシュートでした。ヘッドを使ったパス、観客も思わず立ち上がったシュートはわずかに外、ゴールを外れます。タックルだ。ボールをキープしました。ボールがフリーになりました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。ハーフタイムとなりました。早々のゴールでリードという展開ですが、解説の堀池さんはどうご覧になりましたか。はい、チャンスは数多くあったのですが決定力に欠けていましたね。あれ